はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガスカーレットグレイス、では続きをやっていきましょう。ちょっとね、ダウンロードコンテンツですね、まあ、初回購入特典で念願のアイスソードというのが、ダウンロードできたので、こちらをちょっとダウンロードしました。念願のアイスソード、誰もが欲しがるという強力な武器、体験アイスソード。装備すると固有技吹雪を使えるようになる。かつてこの剣を手に入れるために人を殺めた者もいるらしい、ということでね、やったよこれ、ガラハドね殺しましたよで、スーファミ版だとアイスソード手に入れるときにね、別にメッセージだけで何をするみたいな感じで速攻で手に入るんですけど、これリメイクされたプレステ版だとガラハドとね戦闘になるんですよ。で、戦闘になって速攻でこの固有技吹雪を使われて全滅するっていうねまあ、誰もが一度は通る道だと思いますけど、懐かしいな。で、このアイスソードなんですけれども、ウルピナに装備をさせました。で、ヤマトがもともと体験使ってたんですけど、なんかヤマトちょっとモブキャラっぽいじゃないですかモブキャラじゃないかもしれないんですけど、なんか見た目がモブキャラっぽいんで、まあやっぱりね、せっかくなんで主人公のウルピナに使ってもらおうということで、アイスソードを装備させています。なんでそうすると体験使いが被るんで、戦闘の時には誰かと入れ替えようかなという感じですね。で、これから何をするのかというと、まあ黒い敵が現れたんで、まあ逃避行をすると。で、次行くと、塔を抜けてドニクム州から脱出を図るウルピナ一行、果たして無事に、ユシタニア州へたどり着けるのか。戦闘は3回ですね。ノーマル、イージー、ノーマル、戦闘不能にならない、リザーブ技を解除、カウンター技を発動させないと。まあアイスソード手に入れたからね、結構強いと思うんだよねやっぱり。で、戦闘準備で編成で、ヤマトは外すんで、どうしようかな、ネッサ使ってみようか。証券はいないよね、火力がなんか弓とか証券とか火力が低そうだな。まあいいや。しかも吹雪ってね、めちゃくちゃ強いんですよね、今までだったらてか超消費するんだけど、何これまあしょうがないか。強撃、あー、体験って絶対2使うんだよね、そこだよな。で、茨の呪縛は唱えておこう。これで終わりか。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あいつ防御してんじゃん。じゃあこっちだな。で、茨の呪縛と両方に使うのか。いた、倒した、悲しすぎる。で、強敵で、こいつまた防御だな。A を倒そう。先行好き、高速好き、 OK。 40いくつか、てかめっちゃ狙われてんな、やっぱ強いよね。ちょっとやばいな、これは。ただ守ってもらいたい感はあるんだけどな。防具、防具か、両方とも。イノシシストライク、まあいいや、先にこいつを倒そう。気合打ちを打つか。ヒットポイントを回復させる術とかないんかね。おっ、攻撃強いな、気合打ち弱っフルーツってさ、マックスタマンのやつ使えない？今の状況だと。イノシシストライクはな、危険だよな。なんかディフレクト的なのないっけ？ないな。剣じゃないとないな。あ、先
NPC を倒すか。ちょっとウルピナがやばそうだけどな。おお、あった。一発で死んだんだけど、ひどくない？連撃発動したけどさ。いや、敵すげえわ。これちょっと吹雪で型をつけよう。全てを使う。でも術は発動してくれるよね。吹雪。ああ。強い。一発当たった。みんな死んでいく。これほんと敵強えな。高速敵しかないしね。だいぶ星が余っちゃってんな。いや、一おりゃ弱すぎだろ。いやー、これまた次の戦いって復活すんの？復活するよね。でもモンドって LP もうやばくない？おお、体験のスキルアップ。おお、いいねいいね。起き上がってくれ。もうみんなヒットポイントが上がってる。イノシシカブト、あいつが装備してたやつか。あ、でも次はイージーだからなんとかなるかな。戦闘不能にならない。モンドが1かってことは、下げよう、ちょっとモンドで、ベアトリスを出すか。あとは大丈夫だよね。てかモンドとかってさ、 LP 低くねえか。まあこれアイスソードなかったらきついな。あとはね、1で使えるやつやっぱりね欲しいんだよね。はてな一回気合打ちを打って、でやっぱアイスソードだよな。ヤマト普通の剣を装備させるか。お、覚えた。どきみねみたいな。おっ、すげえガードした。ほら、電撃発動。でここら辺が減ってるんで、まあいいか。サイレン、星は1だけど栄翔時間は短縮されないからね。ちょっと強力は使いたい。で、2余ってるから、ま、弓でこいつを撃ち落とそう。おれ、ちゃんとなれば連撃が発動するのか。おりゃ、いいね、アイスソード、さすがだよ。おお、スキルレベル3にアップした。早いね。もしや体験の素質ある。おお、杖、スキルレベル上がった。さあ、そして最終戦。まあ、ただこれもねノーマルだからね。このまんまのメンツで行ってモンドは休ませよう。ガードできるキャラがいるっていうのもやっぱり重要だからさ。敵多くねえかこれ。サイドに使おう。で、あとは何の攻撃させるかな。スイミングとか。そうだ、モンドがいねえんだ。あー、ヒートビートで攻撃力をアップしておこう。イノシシ武者がね強いんだよな本当に。
防御してくる敵が 1,2,3 人から攻撃としては2回しか食らわないか。おお、よかったよかった、ミスったね。攻撃力アップ、いって1回食らわない。で、ね、骨砕きとかいいんじゃない。3使うね。で、攻撃やって終わっちゃうか。ちょっと待って、こいつはダメだ、防御してる。あれ、イノシシ野郎どこ行った。痛い、ここか。ヒップアタック。こいつを倒せば連撃が発動するかな。2発で倒せっかな。の数が多いと死んだけど、ほら、ウルピナがマジでやばい。そうすると相手一番後ろに行っちゃったから、こいつを倒すか。イノシシストライクで攻撃力はまだ上がってるから、攻めくだき、順番が若干ずれるけど、あ、いいか、回し打ちで。これなんかさ、傷薬的なものないの？マジでやばいんだけど。どうとか長い。5回来たの。サイレン、これはオラ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 、イノシシストライク、ゴー、99死んだ。で、電撃が発動して、そうだ、あれ電撃食らうんだ。よし、とりあえずイノシシは倒してスイングダウン、おりゃ超強い。いや、やっぱあのイノシシが強いんだな。まあとは普通に攻撃していこう。OK、 お、なんか覚えた、ブロック。おお、まとめね。うわ、確認したか。で、ウルキナがやられた。叩きは取る。オーケー。いやー、本当に敵強いわ。まあ、これでね、死んでても上がるだけは上がるんで、土のフラックスが流出している。フラックスは杖をした。杖を装備した術師がパーティーに動き、勝利することで手に入る報酬です。どの種類かは地層に紐づいていますと。一人の術師しか手に入れることができません。あー、なるほどね。神話率 70% ってことはちょっと困るのか。金がいいね、じゃあ。神話率 90% になってたからね。はぁはぁ言ってるけどね。ヤマトって防御役だったっけ、攻撃役だったっけ。これでユシタニア州へ脱出ができると。世界はまだまだ広いな。ユシタニア州、アスワカン、北林がハイバーニア州、グイネズ家の領地、山賊が横行する治安の悪い地域、それにえっ、なんかあんの、なんで黙ってんの。
セーブが出た、セーブが。オーケー。ちょっとフィールドは見ていこうか。まずまた修道院があるの。結構信仰深いのかな。滝。山賊、いや山賊っていうよりは炭鉱夫みたいなやつだよね。でもこれあっちはいけないな。廃村で、これは、ああここからハイバーニア州へ。まあ人花ありそうだけど、うおー、ひどい。ユスタニア州を分断する大河にかかる羽橋、ひどくない？これなんで入れてくんないの。橋が上がっちゃった。橋を下ろしてよってさ、なんで王女が出てくんの。あんたら金持ってんの、金がなきゃ通せないよって。帝国金貨で払おう、それでいいか。マジかい、それは言うことなしだけど嘘は許さないよ。金とかそういうのあんのっけ。ゲーム、え、なんか姫って書いてなかった。まあいいや。スピラトー、いろいろあるっちゃあるね。ユリモ、山賊の王国。あ、さっきのやつはずっと取れた。山賊の襲撃により荒廃している。これ引っ越した方がいいんじゃない、町ごとで。あれ、なんかまた、うお、今度は海賊か。海賊に山賊、大変だな。海賊が村を襲っている、イージー、楽勝だな。我がアイスソードのサビにしてくれる。海賊に襲われている。まあ放ってはおけない。悪行は許さん。ソロンの LP がちょっと減ってるから変えよう。あーでもそうだよ、いい感じだね。ヤマトに変えよう。体験が被るけど、あ、そうか、ここで装備変えられるんだ。ヤマトはバスターソードにする。本来は片手でも両手でも扱えるけん、で縦を装備させよう。どっちがいいんだこれ。ガード率でいいんだよね。あ、ガーターなのか、普通の盾なのか。まあタワーシールド重そうだな。ベアトリスから覆る。あ、所持1分の0になってるからか。じゃあスマートガードじゃなくてさ、形変だよね。スマートガードって言うけどさ、よーし行くぜ。山賊などちょちょいのちょいだ。山賊海賊か。ここ遅く武器、普通のおっさんなんだけど、パンチとかさ、海賊もなんだな、物資がないんだな。回し打ちをしておくか。おりゃ痛い。A を倒したいな。 A をスイングダウンめっちゃ使うね。でどうしようかな。やぶさ切りと回し打ちでいこう。これだけ総攻撃をかければ。ミラズマキック、マジか、超かっこいいんだけど。おいな、やっぱりアシストかな。めちゃ強い。これ全面撃でしょ。うんうんうん。ほら。最後撲殺した。よーし、ヒットポイントが上がっていってくれれば。てかこれ通常の攻撃力は、あ、スキルか、スキル、そうか。スキルが上がっていけば多分強くなるんだな。
最後の敵を連撃で倒すなかなか難しいこと言うね。あとちょっとだったけどね。特に何もなしか。入ろう。会話。保養地だったのか。本当にお宝があるの？帝国が消滅して何年経ったと思っているんですか？怒られちゃったよ。火事やねこれ。火事とか何もやってねえやん。ウリピナ。アイスソード。なんて言うんです。カバのブーツ。土の結晶いっぱい持ってんねこれ。あーこれ一つしか防御耐性上がんないんだ。他全部1じゃん。武器を鍛えていきたい気がするんだけどな。棒ハンマーコツみたいな。運動性が上がるね。まあ、上がるっていうか下がらなくなるね。あーここら辺はあれか。筋力が上がるけど運動性はさらに下がる。なるほどね。結晶が全然ないな。これはいけるな。それだったらさ、普通にこっちの方が良くね。ああ、ウォーハンマー。2強か。ウォーハンマー。コツ、2強か。結構悩むな。いろいろと悩むな。そうすると、ソロンとかどうなの？スタッフ。全然足らんわ。せっかくだから何かは鍛えたいもん。ロングスピア無理だし、やっぱりウォーハンマーでも作るか。ペアトルスのウォーハンマーコツにしよう。こうやって武器を鍛えていくのか。 OKOKOK ってことはやっぱり戦闘していっぱいこの資材みたいなのを手に入れていかないとダメだね。謎の死骸調べてみる。大地の蛇の死骸ってことはないよね。何もなしか。であっち側は行けないからもう少しこっち側を捜索していこう。小さな店、海辺の店。ここは特になしか。なんか出てきたよ。虫の何？魔物の気配になってる。ここは険しい山脈の麓に古くから洞穴。魔物が住み着いている。これはあれかね、なんかもう本当に資材を手に入れるために戦うみたいな。グルモ、どこへ行けばいいんだ。まあ、まずはじゃあちょっと近くの修道院に行って情報を仕入れよう。てかさ、バトルが発生するんだけど、なんでどうしてバトルが発生する要素一個もないんだけどしかもさ、ハードだし。まあ、いや行ってみようか。もうハードとかね、きっついからね。アシュテール神の修道院へようこそ。そのご様子は高貴なお身分の方とお見受けいたしますが。いや、どういう理由でさ、戦闘が起こるんだよこれ。食事をなさってください。ありがとうございます。騙されたなみたいな。アシュテール神って何者だ。祈ってみようかな。神の力など当てにしない。まあ、ここはね、せっかく食べ物とかくれたんで。試練を与えるようですねひどくない唐突すぎだろ。それがね、佐賀なんですよ。それが佐賀。メンツ的にはまあこれでいいでしょう。ハードっていうところかな。うお、人間だこいつは。
とりあえず下準備が必要だな。あ、影縫いね。これさ、本当に麻痺すんのっていう気はあるんだけどね。防御してるね、防御してるね。こいつは何しでかすかわからないね。ちょっと毒だな。じゃあ毒にしよう。あとはまあ早急ぎかね。毒ねみたいな。カウンター、おお、ガードした。特に何にもなかった一旦だな。こいつずっと防御してんな。でこいつはハテナハテナハテナだな。つく。そうすると、じゃあまあ攻撃をしていきたいけどな。まあこの防御してるやつを少しヒットポイント減らすか、どれくらいダメージ量が削られるかだな。全然当たらなかったら防御してないし攻撃するのはやめよう。ほら、あ、でも結構当たるわ。見て、で、あいつの順番がずれたな。じゃあちょっとこいつに対して攻撃を仕掛けていくか。やっぱり連撃はね、狙っていきたいんで。連撃が発生しないときには、まあ、あえて倒さないっていう。あいつどこ行った？あ、痛い、痛い、あった。こいつ倒せば一応、連撃を発動するよね。で、あとは、まあ、減らせるやつは減らしておこう。花粉もちょっと厄介だしな。で、毒。防御してるし、ちょっと。毒だけでも出しておこう。おりゃで、チャンスなんでしょ。おらおら、じゃない毒、毒になれ、ならない。あ、これ眠りかよ。今度はほぼみんな寝たな。でもこういう時はもう強烈な一撃をお見舞いする。これ何、生の刈り取りって超怖いんだけど。みんな寝てるわ。生の刈り取り、おお、即死。もしや生じゃなくて生の刈り取りか。寝てるやつを一撃でぶっ倒すっていう、そういう技だな。危険すぎる。こいつは多分生の刈り取りをするには腰がいっぱい必要だと思うから、そう連発はできないと思うんだけど。そうするとこいつがマジ厄介。うっせー。麻痺とかならないかな。ヒートビートで攻撃力を上げておこう。で、配信で。麻痺。だから切らないよな。向こうとか出てきたんだけど。ガード。インタラクト。なんだよ。いってー。位置して、とりあえずこいつ状態が効かないね。まあ、見た感じ楽しそうだったけどね。ん、何、アステールの試合。
ット分とか回復してくれればいいんだけど。おお、すげえ助かった。せーの、サントリー抜けないから大丈夫だったところ。あとはこいつな、一撃必殺的なのがないからね。瞬速のやるね。どうなんだろうね、攻撃力とか強くなのかな。なんかすげえ速くなるっていうイメージだけしかないんだけど、多分ステータス以上で相手の攻撃力下がってんな。このやつガード解除よくわからないけどほら、あとはもうマジで総攻撃をかける。骨砕き、骨とかないし、こいつどこを砕くんだ骨がありません。ミスんのかよ、いったあ、LP が減るね。必ず誰か戦死者が出るな。これ宿屋で寝る的なのないの。戦闘をこなしてさ、徐々に LP を回復させるしかないの。よし、弓スキルアップ。お、なんかアンクレットというか、あ、ステージの地合いを授かった。調和かな全然ダメなんだけどタッチスクリーン下部のゲージ量に応じて電撃のダメージが大きくなる。あ、そうなの。少し答えられたかなって、文句言えよなんでいきなり戦闘させられるんだよ。いやー、本当に怖いところに入ってしまった。というところで、まあちょっと治安の悪いところに来てしまいましたけれども、まあ次回はもう少しここの地域を探索していきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。